東西南北僕北っしゃん。はい、ということで今日はですね、こちら、はい、2.6 歩合をね、まあ使っていくんですけど、26環境がね、今ね、めちゃくちゃ来てるということで、もうあれじゃないですか、結構もう1年ちょっとぐらい、26環境もう渋々だったんですけど、ついに来たかっていうところで、今シーズンは僕26で行こうかなと、ちょっと心に決めております。はい。おやすとか、あと、シーズさんとか、あそこら辺がね、めちゃくちゃ上がってて、これは26環境いいらしいなということで、ちょっとね、練習するというか、昔のね、感覚をね、戻すために、まあ、使っていこうかなっていう感じで、昨日じゃない、結構3日か4日ぐらい前かな、なんか26環境がやばいみたいに聞いて、その時めっちゃやったんですよ。やった時に、確かね、グローバル80位ぐらいまで行ったんですけど、その先には行けなかったんですよね。まあなんで、やっぱ一桁狙ってる僕からしたら、まあそこはまだまだ甘いということで、まだまだね、26はね、ちょっと極めていこうかなという感じで、まあ今日はね、動画にしていこうかなという感じで、ちなみにトロフィーは今ね、290という、トロフィーじゃない、順位はね、ちょっと低いです。まあでも、マッチングね、上すぎたら上すぎたら長くなるんで、まあ、いい感じかなっていう感じで、はい、言い訳です。はい、ごめんなさい。はいちょっとね、その時はね、80位とかやったんですけど、ここ最近ね、マジで忙しくて、全然できてなかった、全然マルチできなかったんで、順位が下がってました、ごめんなさいあとこの動画撮る前にね、数戦行ったんですけど、負けて勝っての状態でした。はいでもちなみに環境はいいです。遅延がいないです。遅延スキルだと遅延テスラがいないんで、まあその最悪なコンボはね、いないんで、まあ、結構ね、いい環境じゃないかなという。ジャイスケラがきつくて、あとまあラバーもきついんですけど、まあラバーは本当にあれじゃないですかね、もうなんか立ち回りしないみたいなとこありますよね。うん、相手のうまさにもよりますよねまあそんな感じですよね。あと何があるやろう、きついのって何に負けたか忘れて、あれゴレスケドラのゴボリ入ってるやつ、あれバリきつい、めちゃくちゃきつい本当にせこい、マジでゴボリとトルネ入ったやつせこい。あれさあ、こうやりゴブってことはメガネとかつかスケがないな、まあスケヒルしかなくて、メガネとかつもしくはまあディガっぽいかなっていう、メガネとかつですね。これメガネどうされたらめっちゃしんどいんで、まあ逆サイ行きたいところなんですけど、そうなんですよね。よかったよかった、これどうされてたらハゲ散らかしてたんでよかったですね。 OK、 まあそれなら OK、 その位置なら OK で、まあこれも多分いけるんじゃないか、いけるよな、多分いける、いける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 、痛い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 、まあ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  OK でしょう。で、相手コウモリ切った後なんで、まあここは別にハイスピードでもいいけど、まあ多分左側に来るんで、多分ね、多分来るんで、よいしょ、リガー構えててあげて、多分ザップ来ますね、これ。よいしょ、これいる？痛い？痛い？もしかして、もしかして痛いやつ？痛いな、うん、痛い、知ってた、知ってたけど、まあしょうがない感はある。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。これどうしよっかな、インドラつけてこられたんで、よいしょ、近畿道はできないんで、まあこんな感じで抑え、よーば、危ない危ない。これメガネで切った後なんで、これ相手多分ギャングとかコウモリで受けてくるんで、まあそこにアイスピをつけてあげると相手苦しいと。さあこれはコウモリ出せない、さあ遅れて出すがホグが一発入ると、うん、まあ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 、まあ苦しい状況やったとて、僕ウッド切ってしまったんで、さっきこの防衛にね、まあなんで大ダメージはできなかったですね。うん、まあ相手もうまかったですね、そういうところが。よいしょ、ザップ来るかな、来るよな、多分来ますよね。まあ一応ウッドいてあげて、んでまあ目がないと来ると思うんですけど、まあ出しますね。で多分インドラ回してくるんで、マスケから合わして、で相手多分右にスケバレ流してくるんで、まあこっち寄りの大砲でいいかなと思うんですけど、左で出してきたら美味しいんで結構ね。そうっすね、オッケーオッケー。でここなんですけど、これね、こうすると相手はねギャングしか手札いないんですよね。よいしょ、あコウモリやりましたね、全然コウモリやりましたね、全然今見てなかったけど、めっちゃ削られてます。めっちゃ削られてます。やばいです。ちなみにめちゃくちゃやばいです。だから大砲先に叩いてあげて、よいしょ。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 
ザップがねちょっとねいやらしいんですよね、本当に本当にザップがねいやらしくて、よいしょ。まあでもメガナイトは出せない、一発二発はいかない、ちょっとやばいぞ、ちょっとやばいぞ。さあこの絶妙な戦いを制するのはどっちだっていう感じで、入ってない、でここで一発入る、でおっとワンチャン二発欲張らへんか、まあまあまあ、でここ相手起用してきてくるんで形ね、前、うん、オッケーオッケー、これでも相手多分ギャングしかないんで、オッケーオッケー、これ決まった、これ決まった、これ決まりましたね、いいよいしょ、はい。まあ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 、メガルコアツね、もう相性違法なんで、まああの、自己ラン限り多分大丈夫ですね。うん。ちょっと最初あの、食らったん結構あれやったんですけど、地道にね。あと、何あの、ザップ来るけど、あの、来ない読みとかでちょっと調子よってたんで、まああの、ああいう時はね、もう来るんで、あの、普通にウッド打っちゃっていいっすね。はい。あの、大体打ってくるんでね、あの、ちょっと、何あれ、言えなかったですね。まあまあ、でも、あんだけやっても勝てるってことは、多分こっちの方が相性いいんで、まあ、ものにしていきたいかなっていう感じで。うん。まあ、メガナイト系もね、言うてなんすよね、26やとね。うん。言うて、あの、メガナイトウォールベーカーもあるじゃないですか、あれ。あれも別に全然相性悪くないんですよね。うん。なんなら E4は持ったかもしんないけど、多分ね、僕だと普通に勝てるんですよね。勝てるプラス、まあ、たまにね、負けるんですけど、うん、たまに負けるんですけどね。まあ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 。なんかメガネド形にもよる。メガネドラムとかやったらちょっとしんどいんですけど。シャバですね。シャバ。この方確かそう、なんか小物系使うんで、多分迫撃とか穴ポイとかちゃうかなっていう感じで。ボムタ、ステコと穴ポイですね。うん。でもね、確かね、この人ね、スケブじゃない、スケバレなんですよね、多分。多分スケバレ型なんすよね。知らんけど。よいしょ。どうしようかな。これ多分コウモリで押されてくるんですけど。ああ、まあそれならまあそれで OK なんすけど。なんならワンチャン入らへんまである？入らへん？来ました。よいしょ。なんか呼んだ形になったけど、別に呼んだわけではないです。全然。よいしょ。ここはもう適当にね、あの、ボムタ置いていただいて、まあ、刺さらないんで、2周目ですね。2周目刺していくっていう感じで、さ、ウォールベーカーかあれかわかんないんで、まあ、まだ様子見って感じで。あ、スケバレでしたね。ってことは、大砲置いてあげて、こう、ワンチャンのあれ来ますね。ファイボとか打って、なんか無理やりやってきますね。そうですね。早すぎた。あの、めっちゃ早すぎたって話する。でも、あえてこれ、置けなくない？置ける？間に合わないよね。オッケー！はい、よいしょ！オッケーっすね。めちゃくちゃ入ってますね。もう一発いきますね。あー、まあまあまあ、ザップ5っすね。うん、オッケー。まあでも、ここまでダメアド取れたら結構でかいんですけど、まあ、言うてもこっちも削られたみたいなとこあるんで、僕、ウッド外しちゃったんで、ちょっともったいなかったですね、本当に。だから、これ5をこっちでいいっすね。あの、打たれたくないんで。多分、あえてこっちスケバレ流してくるんで、まあ、大砲で受けて、っていうやりたいんですけど、まあさせてくれないですね。だからここホグ行って、まあ、5ぶちかます感じで、多分コウモリ出てくるんで、ああ5で防衛ですね。でも一発、もう一発、よいしょ。ああ、まあ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 、オッケー。同サイドこれ大砲撃つしかないんで、あ、オッケー。それ美味しい、めちゃくちゃ美味しい。逆サイドめちゃくちゃ美味しい。おい。打った頃にはもう遅いみたいなとこありますね。これ5打ったらワンチャン通りますね。ボムターの下方によって、体力が低くなってワンチャン。はい。よいしょ。あいん、相手諦めましたね。美味しい。まあ、ディガっぽいやったらちょっとね、あれなんですけど、まあ、5ザップやったんでみたいなとこありますね。うん。ポイがね、やっぱね、きついんですよね、本当に。まあ、ザップもきついんですけどね、言うてスケが飛んじゃうんで。まあ、美味しいという感じで。まあ、ほんまにね、あのね、遅延系がいないだけでね、マジでね、あの、ホグは救われますね。本当にね、ホグね、マジ取るに弱いんで、あの、特にね、あの、なんか、下方されたって言いながら、あれ、ホグに対してはめちゃくちゃ情報ですからね、本当に。めちゃめちゃ入るから。まあ、OK ですね。2勝か、今。何勝？何回やった？忘れた。まあいいや。はい、とりあえず行きまーす。
マジでね、環境いいんで、まあ、今シーズン狙い目ですね。本当に。前シーズンマジで悔しかったんで、あんまりね、あの悔いがね、一生残ります。マジで、あのシーズンマジでクエイコフグね、いけると思ったんですよ、僕も。本当に思ってて。もう、前日じゃないわ。最終日のね、朝6時ぐらいかな。6時ぐらいに、なんか一桁来て、これいけるやつやと思って、俺もね、もう確信したもん。これ、来た、この、あの感覚と一緒やと思って、これいけるわと思ったら、ね、ちょっとね、っていう感じでしたね。はい。あ、これフレンドや。生命さんや。この方ね、めっちゃね、変態っていうか、もうやばい出来使ってるんですね。キョスケ、バルーン、ランバー、ガゴ、エレキ、トルネ、ヤーメ。ウッドみたいな。めちゃくちゃやべえできつかってる。ほんとね、これどうなんすかね、D6 と。相性わかんないですけど、まあなんかちょっときつそうっすよね。マジ咲いてくるのそれ。なんか咲いてきたんで、まあ延命してあげ、なんで入るんそれ。ホーライダーで、押し寄せ型ホーライダー仕上げて、おっと入ってますね。入ってますね、お兄さん。お兄さん入ってますね。むしろ許容みたいな。むしろ許容みたいな感じだったらめちゃくちゃうまいんやけど。って話する？やばい。やばい。マジでやばい。マジでやばい。調子乗った。やばくない？一個普通にやばくない？そうっすよね。こうファイボで、ノック、バーッ！やばい、これバグ派が入っちゃり、入っちゃり、いっと、せっかく取ったダメアドがめちゃくちゃ返されましたね。まあ、デモみたいな、デモみたいなところありますか？打っとくる？もしかして。まあ、そんなね、ヤンキーではない。オッケー。多分入らない。入らないね。オッケー。いや、もう、いや、でもね、俺ワン、いや、でも今のマスケの位置なんかな。マスケの位置、もうちょいここら辺してたら多分寄ってきたんですけど、ここやったんで寄らなかったですね。いや、僕寄ると思ったんですので、だからまだ出せなかったんですけど、寄らなかったですね。ウトロねーですね。これね、マジ強いっすよね。まあでもこの ISP 削りみたいなとこあるんで、ISP 削りみたいなとこあるから、おい、これバスケ出してあげて、で、ヤーベウッドで多分大砲とか飛びそうなんですよね。マスケとか。マスケってヤーベウッドで飛ぶ？飛ぶっけ？わかんない。まあわかんないけど、まあこれ相手多分することなくなるんで、そうなんですよね。ウッドで飛ぶっけ？飛ばないよね、多分。え、飛ぶ？もしかして。飛ばへんよね。そうやんな。焦った今。これエレキか。でもさ、これ、キョスケがなかったら正直怖くないまであるよね。よいしょ。で、これだって、いやトルネードでしょ？ OK、トルネード切って、でこのアイゴルの爆破も相手は入れたくないはずだが入らないと。なんかこれウッドでちょっと延命してあげて、よいしょ。で、相手手札的に詰まるんすよね、多分。知らんけど。で、アイゴル釣ってあげて、これ逆サイドお散歩型コースしてあげて、よいしょ。こうワンチャン入りますね。よいしょ。あい、でかい。でかすぎ、剣士に入りました。これ一番釣れる位置にやってあげて、うっとり時間で稼いであげて、よいしょって感じで。オッケーオッケーオッケー。もう勝てましたね。意外と勝てましたね。相手も多分しんどいと思うんですよね。おそらく。知らないですけど。まあ最初のダメージでかかったですね。まあでもその分僕も食らったんで、みたいなところありますよね。ん？これ何戦？時間的には？あ、オッケー、これ多分3戦です。なんで、まあ行きます。もう1戦。4戦ぐらい行って終わります。はい。いい感じですね。まあやっぱ26のね、環境が来てるっていうことですよね。本当に。まあ正直、あれなんですよ。もうミスらなければ多分ね、いけると思うんですよね。僕はね。正直ミスっていうか、まあ、立ち回りもそうなんですけど、やっぱこのデッキっていうか、やっぱ26はミスらんかったら多分めちゃくちゃ強いんで、ちょっとのミスでね、崩れていくんで、まあ割とね、まあそこなんですよね。だから正直集中力の問題かなと思うんですけどね。だから26マジ集中力ない時にやったらマジで下手くそやからな、本当に。昨日僕ね、うわ、やばいやばいやばい、マジでやばい。もうそういうのいっちゃんけやな、俺。ほら、見て、4枚目マスケやね。それでショットラバス、どういう、頭おかしいんちゃう、ほんまに。やめてくれへん。いや、もうえぐいて、ほんまに。ザップ切ったから、まあ許すけど。あ、もうえぐ。んー、よいしょ。でかっ。え、マジででかっ。めっちゃでかい、その一発。よいしょ。
でもザップ切ったんで、よいしょ、このスケルトンはカチカチスケルトンで、あれぐらいか、これワンチャンバルーン今来たらやばい。大丈夫、オッケー、大丈夫っすね、オッケーっす。ってことは相手ラバー切ってザップババディガーなんで、そうあと1枚切らないと回ってこないんで、ラバーがね、だからここで回ってきて、ここ相手まだババ回ってないんで、よいしょ、このね、相手のあれがな回ってないプラスアイスピンを回すためのホグライダーですね。うん、こういうのを先読みでできると、まあ結構ね変わってくるかなと思います。これワンチャンザップ来たら怖いんですけど、だからちょっと高めに出してあげてアイスゴールに構えとく。 OK、 多分これ左から、おっとそっち来るんか、多分これヤーメザップな気がするんですけど、だからまあ別にマスケこの位置出してあげて、まあこっちでもいいと思うんですけど、別にどっちでもいいみたいなとこありますね。でこれ相手バルーンのサイクルが多分終わってるんで、多分ここで、そうなんですよね、よいしょ、なんでここ多分ディガー来るんですよね、ここら辺で。そう知ってた。で相手これでもそっちにエリクサー使ったら、よいしょ、2倍入るやろ、2倍入るから、これホグライダーで釣りながら防衛してあげて、よいしょ、で相手多分右から来ると思うんですけど、そうですね、だからここマスキ合わせてあげて、でここ相手多分絶対ねあれしたいんと思うんですよ、ラバー形組みたいと思うんで、おそらくね、絶対バルーンつけてくるんですよね。だから始まり止めてあげて、よいしょ、で、まあ、マスキで射抜くっていう感じで、えもしかしてやばいこれ、いやさすがにそれはさせへんで、やばいこれもしかして、やばい、え大丈夫やんな、死んでんだマジで、ここホグいかないとやばくて、でこのああやばい、これマジでやばい、こうなるとちょっときつい、こうなるときつくて、とりあえずアイグレ出すやろ、で相手多分右からラバ出してくるんで、おそらくな、あそこか、まあそこならいいけど、でババやろ、読んでもいいんですけど怖いんで、オッケー、それなら美味しい、めちゃくちゃ美味しい、やめなんで、まあ別に大砲置いといてもいい感はある。で多分このインドラは多分、ま、キングが焼いてくれるんで、おそらくね、めっちゃ美味しい、その場は、何その場は。でも相手攻めでそれ切ると、待って、まあ、一発受けよう、OKOKOK、 刺さっとるからいいけど、ワンチャンないこれ、えワンチャンないこれ、爆破入れるなよ、マジで入れんなよ、え入ってへんやんな、これさすがに入ってへんやんな、入ってる、え入ってる、オッケー、え来たくない、来た、え待って、いける、当てていく、わってやば、ちょっと待って、やばい、これやばい、危ねえマジで、えまさか勝てるとは思わなかったバリいい試合するやん、えバリいい試合するやんやばめっちゃ興奮したわ今、バリ興奮したってなった今、え結構いったんで133円、これワンチャンあれですね、18分か、まあここらで終わろうか、まあいっか、別に勝って2桁いけるんかな、76いって30もやとして7いけないんで、まあここで一旦推移しときますか、はい、まあということで、今日の動画はねここら辺にしていきたいと思います。はい、いやマジでね26環境来てますね本当にね、いや最後の試合マジでいい試合でしたねわあということで、またね今シーズンあと1週間ぐらいあるんですけど、まあ26の動画を目に出していきたいと思います。あれ環境来てるんでね、その分多分みんなも見たいと思うんで、まあねお答えしようかなという感じで、はい、ということで、チャンネル、この動画だったらね、チャンネル登録と高評価とグッドボタンよろしくお願いします。はい、ということで皆さん、バイバーイ。